大地派峠廃寺跡は、静岡県湖西市大地派にある平安時代中期の廃寺跡。国の史跡。静岡県と愛知県との境をなす弓張山地南部にある大地派峠付近に所在する。この峠は、静岡県側の湖西市畑地,地区から愛知県豊川市の豊川稲荷に通じる山岳道豊川道の最高点で、 現在、ハイキングコースとして整備されている。テラートは、峠の尾根筋から東側にやや下った、広さ約3.7ヘクタールの緩やかな斜面にあり、山側を段切りして、谷側に石垣を組んで平場を作り、小さな谷を取り囲むようにして、ガランや関連施設が配置されている。テラートからの展望は素晴らしく、古西市や浜名湖、浜松市街など、遠州一園を見渡すことができる。 何らかの建造物の跡があることは知られていたが、文献記録や伝承が全く残っておらず、当初は寺かどうかも不明であった。古歳史教育委員会により、1989年度から7年間にわたって発掘調査が行われ、その結果、建物跡12棟と山和跡岩倉が検出され、中央の小谷のオーブからは席を設けた上下2段の池跡が検出された。 建物跡のうちムネは、仏道で、最も大きいものは七間島を測り、四面美差しを伴っていた。他の建物群は、僧帽塔と考えられている。池跡などから鉢皿、湾などの緑油陶器や海油陶器、恥機のほか木製品が出土した。河原家、陶器類には牧書されたものが四百四十五点も含まれており、これらの牧書には、五物とも、火事、 赤、六期等の仏教に関する文字があり、六期は、天台宗や、真言宗などの密教法具であることから、密教系寺院であることが確実となった。これら異没の年代から、当地での土地利用は8世紀頃に始まったが、寺は10世紀半ばに、本格的に造営され11世紀末に、廃絶、12世紀後半に、地蔵堂が建立され山伏の修行の場として、 再び使用されたことが判明した。平安時代初期の密教の伝来に伴い、近畿地方の山岳地帯で、延暦寺や、剛ポー寺などの寺院が出現し、さらに地方への仏教文化の伝播、浸透に伴い、地方においても山形県山形市の立石寺や、福島県山郡万代町の江日寺、熊本県熊本市の池辺寺席などのように、山岳寺院が出現した。 大地派峠廃寺も、そのような背景のもとに出現した、地方山岳寺院の一つであると考えられている。平安時代中期の地方仏教寺院の様相を示し、遺跡としての保存状態も非常に良いことから、2001年1月29日付で、国指定史跡となった。ありがとうございます。